有限会社アプリンクは日本の映画関連会社。映画配給会社として活動をはじめ、大手映画チェーンが扱わない国内外のアートシネマを上映するミニシアターの運営で知られる。創業者で代表の浅井隆は大阪出身。父親は繊維会社勤務で転勤族だった。高校を卒業後、18歳で上京し、寺山修司の天井桟敷に参加。 寺山が亡くなる1983年まで、約10年間舞台監督を務めた。天井桟敷解散後、自ら新しい劇団を立ち上げるも行き詰まり、雑誌制作の仕事などを経て、映画業界に入る。1987年にアップリンクを設立、デレク・ジャーマンのエンジェリック・カンバセーションを買い付け、映画配給を始める。1995年10月にオープン。 2005年4月2日に現在地に移転。アップリンク、X アップリンクルームアップリンクギャラリー2018年12月14日、吉祥寺パルコ地下2階にオープン。プロジェクターには、NECNC1000C を使用。セントラルサーバーから各スクリーンのプロジェクターに、直接ストリーミングしている。スピーカーには田口音響研究所が開発した、平面スピーカーを使用。アンプには、 あたけのり K4 シリーズを採用。アップリンクマーケット2020年6月11日に、京都中央電話局跡地に建設された、新風館地下1階に開設した映画館、吉祥寺パルコ。この地下2階に、アップリンク、吉祥寺パルコがある。プロジェクターには、NECNC1000C を使用。セントラルサーバーから各スクリーンのプロジェクターに、 直接ストリーミングしている。スピーカーには田口音響研究所が開発した平面スピーカーを使用。アンプにはアタケノリー K4 シリーズを採用。かつて発行していた紙媒体、サイのテイストを受け継ぐアップリンク運営のカルチャーポータルサイト。サイト上でのタイトル表示は web.ce。主に映像作品や IT 技術によるの制作や、 映画の配給に関することをテーマとして、基本的に週1回のペースで開催。過去に開催したワークショップアップリンクが2016年11月にサービスをスタートした映画配信サービス。2020年6月16日、元従業員の男女5人が在職中に代表の浅井隆から日常的にパワーハラスメントを受けたなどとして、浅井代表とアップリンクを相手取って、 計760万円の損害賠償請求を求める訴訟を東京地裁に起こした。記者会見した原告らによると、ア井代表は仕事のミスや自分の気に入らないことがあると日常的に従業員を怒鳴りつけ暴言を吐いていた。また映画館の利用客や他社の従業員の前で怒鳴りつけるア井代表がゴミを落として拾わせるなどの行為が日常化していたほか、 精神疾患者を雇った、俺がおかしかった、怒鳴られる側が悪いなどと、スタッフに罵声を浴びせていた。アップリンク、渋谷入り口とカフェレストラン、テイブラまた原告によると、浅井代表はツイッターなど SNS で、アップリンクに関する評判を常時モニターしており、ネガティブな書き込みなどを見つけるたびに社員を呼び出しては、激しく罵っていた。また原告によると、アップリンクでは、 長時間残業が状態化しており、しばしば給与を支払わないサービス残業が強要されていた。浅井代表による業務上必要のない用紙の指摘や家庭事情の詮索も行われていた。記者会見に同席した原告の一人は、長時間労働と怒鳴り声が日常になる中、通勤の途中で体調が悪くなり、電車を降りることが何度もあった。 業務時間中に涙が抑えられなくなることもあった、などと述べた。古くからのスタッフがそうした、浅井代表の言動を当然視していたことも、パワハラが状態化した原因の一つとも述べている。浅井代表はこれに対し、6月19日に、アップリンク公式サイト上で、謝罪と今後の対応についてと題する声明を発表し、原告らの批判、指摘を大筋で認めた。 しかし今後については、代表がカウンセリングを受けるなどの再発防止策を講じるものの経営者としての活動は継続するなどと述べた。しかし原告らは6月22日に再度の記者会見を行い、この声明に正面から反論した。原告らによると、声明文で触れられていた対策案などは原告側が提案した協議案を踏襲していたにもかかわらず、 原告側には全く連絡がなく、自らの発案として一方的に公表した。さらに原告側へは、一切の謝罪がなく、浅石の姿勢には、全く反省が伺われず、誠意を持って対応していると評価することはできない。私たちの声に耳を傾けることより、形式的な謝罪を対外的に示すことを優先させたと通列に批判した。2020年10月30日。 公式 HP 上で原告側との和議協議が合意に達したことを浅井社長名義で報告した。公表された合意内容は以下の通り。こうした内容で訴訟外での和解協議が合意に至ったことは原告側からも告知された。しかし原告側は和解という言葉からは円満に問題が解決したかのような印象を受けるかもしれないが原告側としては円満にも そして、すべての問題が解決したとも考えていないと断じた。その理由として、原告側は、若い競技の席では、一部のスタッフを除いて、彼らが真摯に反省していると感じることはできなかった、と述べた。原告側によると、浅井代表は、原告の私たちの発言を数度にわたって遮り、まるで人事であるかのように自身の加害行為について、分析し、 原告の訴えた被害から目を背ける持論を展開した。さらに、被害の訴えを勘違いであると受け取り方の問題にすり替える発言もあったという。そして他のベテランスタッフについても、自らの加害性に向き合っているとは、到底考えられず、形式的な謝罪に止まっていると感じたと強く批判している。原告らは若い競技の場での浅い代表の言動について、 対面した時も本当に反省してないんだなというのが伝わってきた。自分の知ったことがどれだけ多くの人を傷つけてきたのか分かっていない。今も多分分かっていない。浅井さんは本来社長を辞めるべきだとは思いますなどと述べている。その上でこれ以上同じような被害が出ないことが私たちの願いでもあるし、そのために競技を選んだと和解合意に至った心境を説明している。 渋谷、編集吉祥寺、編集京都、編集アップリンクの元従業員を対象にした被害者の会、ありがとうございます。